ルフレンヌシュル・ロワールは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏に、かつて存在したコミューン。県内におけるルフレンヌシュル・ロワールの位置ル、フレンヌシュル・ロワールは、ロワール川に面し、メイヌイコールエイコールロワール圏と接している。ロワール川のかつての分流である、ミカズキ湖が、市街に沿って伸びている。周辺のコミューンは、ピエールド・ブルターニュ通りを境界として、 アングランド、同じ県のコミューンであるラシャペルサン・ソブール、モントルレである。1999年に INSEE がまとめた順位表によれば、ル・フレン・ヌシュル・ロワールは都市的地域に含まれない農村型コミューンである。フレンとは、肺から派生している。ラテン語では、同じ意味を持つフラキシネスである。ガロ語での地名は、レ・フレスンである。百八十九年、 アングランド教区は世俗的にはアンジュに属したが、教会上は何との影響下にあった。ブルターニュ州の中にあるアングランド教区の通りの名はフレンヌ通りであった。この通りはモントルレに併合され、1789年から1790年の行政再編の結果ロワール・アンフェリュール県に入った。アングランドとの教会部分に人口が集中し、 1903年に、ロワール・アンフェリュール県は、モントルレを分割して新たなコミューンを創設した。フレンヌ通りはル・フレンヌ・シュル・ロワールというコミューンとなったが、郵便番号エリアは、アングランドと同じままだった。郵便番号の最初の2桁は、県番号を示しており、ロワール・アトランティック県ならば44であるが、 現在もルフレンヌ・シュル・ロワールは、メイヌイコーヌエイコール・ロワール県と同じ49で、ある。2015年4月に行われた交渉や、市民集会の数ヶ月後、ルフレンヌ・シュル・ロワールとアングランドが合併して、コミューン・ヌーベルとなり、アンイコールルイコールフレンヌ・シュル・ロワールが、誕生することになった。合併によって、新設後の数年間、国が、コミューンに交付する。 行政広域補助金が計画的に削減されるのを総裁することができる。コミューンルーベルは2016年1月1日に創設され、メーヌイコールエイコールロワール県に併合されることになり、二つの旧コミューンは権限委託コミューンとして変革されることになる。創水イコール百九十九年まで、LDH、イヘス、カシニー、2 0年以降 INSEE、 ありがとうございます。